皆さんこんにちは、山チャンネル TV の山健です。本日はこちら、アイドル闇福袋を開封していきたいと思います。これね、アイドルグッズやアイドルの闇が結構入ってるね。一袋500円ということで、何これって思ったでしょ。山健もね、これお店で見た時に何これと思って思わず買っちゃいました。はい、なので今回はこれを開封していきたいと思います。結構ね、これがっちり中が完全にね見えないようになってます。はい、ちょっと開封しながら、今ちょっと手持ちのカメラなので、まあカメラ固定して撮っていきたいと思います。はい、開封の方が終わりました。で、この机の上にどんどん置いていく感じでいこうかなと思います。この辺かな。で、ここにちょっと並べていきます。ただね、山木ちょっとアイドル全然わからないので、説明はほぼほぼできないと思います。じゃあ最初いきます。はい、あ、これ映る。はい、このうちわ、サナさんのうちわが入ってました。ね、はい、こんな感じ。サナさんもわかんないからね、俺ね。じゃ、どんどんいきます。はい、じゃあクリアファイルが3枚入ってました。最初はこちら、あ、フィッシャーズ、これ YouTuber の方だよね。フィッシャーズさんの新品のクリアファイルと、あとこれ誰なんだろう、あ、違う、ビーズだ、ビーズね、ビーズのクリアファイルで、あとこれ韓国の方のなんかクリアファイルが入ってました。全然闇じゃないけどね。はい、じゃあ次行きます。あ、これすごいんじゃない。はい、トリプル A の一番くじのラストワン賞ビジュアルキャンパスボードが入ってました。500円の福袋でこれ入ってたらすごいよね、多分ね。はい、これが入ってました。はい、どんどん出していきます。じゃあ次行きます。せーの、はい、何これ、ね、これです。はい、で次がこれ、あゆみはま、あ、あゆのなんかグッズ、ライブとかで使うのかな、あゆのグッズが入ってました。あれ、これ結構中身高いやつなんじゃない。はい、次行きます。せーの、はい、なんとかツアー2019ローソン限定の缶バッジで、次がこちら。はい、まあ、分かる方が分かってもらえればと思います。これなんだろう、サムネイルキーホルダーが入ってました。結構ね、もうちょっと入ってます。はい、じゃあどんどんいきます。はい、なんだろう、カラーの、これあのマウスパッドです。で、次が、こちら。はい、ね。これなんだろう、これ物もよくわからないっていう。マウスパッドでもなく、なんだろうなって感じです。はい、で、次がこちら。この、方々の、レターセット。ね、レターセットです。はい、じゃあ次行きます。次が、はい、何これ、ちょっと開けましょうか。あ、鏡だね。だ、ゴールデンボンバーの鏡が入ってました。これファンの人はこういうの嬉しいんじゃないですかね。だんだん下の方になってきたので取りづらいっす。はい、じゃあ次いきますね。はい、なんかボールペンね、ボールペンはまあどこでも使えるんでありがたいなと思います。で、次がこちら。はい、この方のアクリルキーホルダーが入ってました。これもトリプル A なのかな。
ね、540円のなんかグッズが入ってました。これ1個でね、福袋代チャラじゃんっていう感じですけど、で次がこれなんかちっちゃいコップになってますね。こういうの結構ね、ファンの人嬉しかったりしますよね。僕ハイローズのヒロトさんが作ったベアブリック一時期持ってて、それすげえ嬉しかった記憶があります。はい、次行きます。これペンライト、キング、わかんないんでね。はい、これ多分まあそのライブで振るんでしょうね。はい、じゃあもうそろそろ終わりなんですけど、次がこれなんだろう、行きます、せーの。はい、ゴールデンボンバーのなんか、なんだろうこれ、あ、スタンプだ。はい、ゴールデンボンバーのスタンプが入ってました。次がこれ、はい、これなんだろう、何に使うんだろう、ここね開いてるんですよ。何に使うのこれ、なんか、なんか入れるのかなね、なんか入れるんだと思います。で次がこの人ね、はい、でこの方ね、はい、レンダ、名前がねちょっとね知らなくて、ヤマケン疎くてすいません。で次がね、ポスターが入ってました。開いてきます。よいしょ、What time is it? これ何？はい、こんな感じ？戻してきまーす。はい、このポスターが入ってました。全然闇じゃないけどね、表グッズのそれなりにいいやつが入ってんだと思うんですけど、なぜこれを闇って言い張って売ってるのかっていうね。はい、じゃあラストいきます。あ、渋い、最後いきます、せーの。はい、モームスの占いカードが入ってました。ちょっとなんかこれ新品なのかな、新品なわけないかな、こんな感じ、なんかモームスの極秘カード、よくわかんないですけどが入ってました。古いな、またモームスってね。辻ちゃんもカゴちゃんも今 YouTube やってますよね。あ、いるかな、あ、この辺のね。はい、ということでラスト、モームスのなんか占いカードが入ってました。ということでね、今回こんなラインナップと、普通にさ、これその当時買うとクリアファイルだけでも結構500円とかしますよね。なのでかなりまあお得な福袋だったんじゃないかなと思います。この好きな推してる人がね入ってればかなりお得だったんじゃないかなと思いますね。ヤマケンちょっとねアイドル全然わかんなくて説明つかなかったですけど、まあ強引に開封動画の方してみました。でまた次回もなんかね面白そうなグッズだったりとか福袋だったりとか、そういうの見つけたら買ってきて開封の方をしたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。今回はありがとうございました。真っ赤なほっぺの君は僕の憧れ。ロマンティックな笑顔がとても素敵さ。山チャンネルでも見よう、僕と二人で。今も昔も君は永遠の天使さ。チャンネル登録よろしくお願いします。